好きな場所は校庭です。広いのでたくさん走れて気持ちいいから。どんな植物が植えてあるのか探すのがとても楽しいです。自分たちで植えた花とか自然がたくさんある。玄関はなんか自然の温かみを感じていいと思いました。下駄箱とかもやっぱり木で作ってあるからなんかとっても居心地が良くて、すごい近未来っていうかなんか機械いっぱいだな。多目的ブルームは窓が大きいから景色が見えて落ち着ける。声も響いて劇とか練習にちょうどいい。この新たな校舎でさらなる未来へと羽ばたきます。森の中の学校、池袋第一小学校。ひばりがやに自然がいっぱいあって、その自然が見れてなんか森の中っぽいな。舞台が動くところがすごい。とてもなんかカラフルでちょっと元気になるような落ち着く場所。多学年とか飾ってるものがあるので、それ見るのがすごい楽しいし。先生、マルシートか1学年先生、悩みの新しい教室は壁とかも木みたいな感じで、窓も大きいし、みんながいて安心っていう感じ。ベランダ出て本読んだりできてすごい快適だなって思います。景色がとっても良くて、他の階とかでもちゃんと綺麗に日が渡るし、自分の教室に世話をする植物を置けるのでいいと思います。学習情報センターは2階まであって本がたくさんあるので新しいなって思いました。和室っぽいなんか床の部分の場所があって、和風系が好きな人はそこで本を読むのにぴったり。木などが使われていて集中できやすく、とてもいい空間。階段のところにソファーみたいなのもあっていいな。2階があるっていう新鮮さっていうかめっちゃいいです。特に好きなのが
理科室のベランダで、あの池とかあとなんか自然とかがいっぱいあっていい。いっぱい植物が植えていてとっても自然と思います。好きな場所はビオトープです。外で本を読んだ時にとても気持ちが良かったからです。小さい植物などいろいろなものが植えられているからとても楽しくて、エレベーターは26人人に乗れるからとっても大きくて綺麗です。ガラス張りのところでなんか教室の中身が見えたりとかするから面白い。雨の日は閉まってて、晴れの日は開けたりできるところが自慢できるところかな。学芸会の練習に使ったりして、天井を開けて日光を浴びながらやって気持ちよかった。夏はプールの授業としても使えて、プールの授業終わったら屋上として使えるところが自慢できるところだと思う。ちょっとプールの匂いも残ってて、またプールやりたいなみたいな気持ちが出てきて。好きな場所は廊下です。なんかずっと立っているだけでも日当たりが良くて、あのとっても気持ちいい。新しく入った時は広くて迷子になってとても大変でした。ここで学校生活が送れるのかなって思うとなんか楽しみになりました。